間に本番ということで、さっき説明をねみんな揃って聞いてたんですけど、すっごい強そうな人いっぱいで、まあ、多分他の格闘技とかされてる方ばっかりだと思うんですけども、気持ちで負けないように頑張りたいと思います。この大会のねなんかT シャツくれまして、みんなこのナイキの T シャツを着てやるということで、勝利の赤当たりました。はい、足の裏全然痛くないです。頑張って。頑張ります。コットコット西型血症につき東ベルサイユ選手の参照です。ベルサイユベルサイユ東カレナ選手五ノ井選手西ベルサイユ選手西に清水選手いたしました。西に岩井選手負けました。そして、まあ、不戦勝の次がですね、五ノ井さんと本当にね当たったんですよ。いやー悔しいですね。もう一瞬でした。なんていうんですかね、相手よりも下に行かないとと思って下には行ったんですけども、まあ、後で水口さんに動画見てもらいました。いいんですけど足がついていってないということで、この井さん、まあ、柔道されている方、柔道の、ね、先生もされているらしいんですけど、さっと突き落としで負けてしまいましたね。いや悔しいです。まあもちろんね、その格闘技の経験っていうのもないですし、まあ、そういう経験値でも負けてるとも思いますけども、やっぱり気持ちの持っていき方みたいなのが全然あかんかったなと思いました。なんていうんですかね、私会場にね降りた時に、おかしいと思うんですけど、なんかもうニヤついてしまったんです。なんかこうニヤニヤが止まらなかったんですよ。なんかワクワクとかなんか嬉しいとかね、楽しみだったっていうのもあって、なんかニヤ
ニアしてしまいましたし、まあ、周りの、ね、方で、まあ、共通の、ね、知り合いの方もいた方なんかいて、なんか普通にワイワイねしばらく喋ってしまったりとか、なんかこうその土俵にね立った時の、格闘技経験のある格闘技の、まあ、柔道の先生もされてる五ノ井さんとのそのなんかこう気持ちの持っていき方みたいな、なんかもう負けてたなと思いました。その監督の水口さんになんかその気持ちを落ち着けるためにも思考をね踏むんですよっていうことを教えてもらってたんですよ。なんですけど、私が出てるその腕に覚えありの部で、まあ、思考踏んでるような人が、ね、いないっていうのと、なんかちょっと思考踏むのがそこでね、私がど素人の私が思考踏むのがなんか恥ずかしいみたいなことを思ってしまって、なんかそういう精神統一をするにもなんかこうちょっと恥ずかしくて至らなかったんですよ。もうそれがダメだから、私がネタをねやる舞台でネタやる時もいい時っていうのはちょっと本当に本番前にピリピリしてるくらい、なんか別に他の人と喋らないぐらいの感じの時の方が絶対にということで、またね次回出ようと思ってますし、終わってからね五ノ井さんと、エリカさん喋る機会がありましたので、そちらもご覧ください。